明日深淵を目指せ。実はつい先日、冒険者協会にある特殊な依頼が届きました。慎重に検討いたしましたところ、やはり旅人が最も適した人選だろう。はい、いつもと同じですね。では早速ではありますが、この依頼を引き受けてはいただけませんでしょうか。はい、では簡単に説明いたしますね。本件はシャブ業からの依頼になります。どうやら獣域ハウンドの群れが陽光山一帯で神王の根を攻撃しているようなのです。獣域ハウンド？そいつらが鳴神島に現れたのか？はい、そうです。それら魔物が一体どこからやってきたのかわかりません。ただ今回は群れをなしており、規模も大きく、目標が明確で非常に攻撃的になっています。神王が稲妻にとってとても大切な存在であることをあなたたちもご存知ですよね。よかったです。ですのでこの件は至急対処しなければなりません。このこと天領奉行の人は知ってるのか？はい、彼らもすでに行動しています。ただ神王の根はとても複雑なもの。獣域ハウンドも神出鬼没で数が多く、対処するのが難しい状況でして、そのため彼らは住民を守ることを最優先事項としています。魔物を殲滅するために様々な勢力へと積極的に協力を求めているようです。また本件に対し冒険者協会も力を入れてサポートを行っております。しかし現状、各勢力による獣域ハウンドの討伐はまだあまり楽観のできない状況です。ありがとうございます。心強いお返事を聞けてとても安心しました。では獣域ハウンドの出没地点をマップに記しておきますね。それら魔物の殲滅をどうかよろしくお願いいたします。安心しろ、すぐ終わらせて帰ってくるぜ。まさかまた神王に関する事件が起こるなんてな。それに神王は花散る佐都さんがずっと守りたかったものだ。それをあの悪い犬たちがめちゃくちゃにしようとしてるなんて絶対に許せないな。すなわち永遠なり。見切りました。全力攻撃だ。いざ、それ燃えろ。裁きの雷鎚、無我の境地。奉行の人たちが助けを求めるわけだ。頑張れ。
黄金。いや、もしかしたらエイって可能性も。あなたたちでしたか。そういえば天領奉行内部の混乱を解決して以来、ずいぶんと長く会っていませんでしたね。その口調、エイか。一撃でやっつけるなんて、強い。とある用事のため、その最初の準備をしていたのです。以前あなたと一緒に稲妻を散策したとき、今の人々の状況を目の当たりにしました。そのおかげで、昔はわからなかった道理を、ある程度理解することができました。それ以来、考え事に行き詰まると、心ともなく、外に出てみたくなるようになったのです。そうだよな。ずっと同じところにいたら息が詰まっちゃうし。念のため言っておきますが、これは決して娯楽目的ではありません。ここ最近、私は一心浄土のうちより外界で起きている変化を見てきました。とりわけ、最も深刻なのが、獣域ハウンドが神王に対して攻撃を行っていることです。これについて私は十分に注意を払うべき一件だと考えました。そこで魔物を追ってここまで来たところ、こうしてあなたたちと会ったのです。もし、このことに気づいたのが将軍であって私でなかったら、放っていたかもしれません。お、どうしてだ？人形だったら助けてくれなかったのか？はい。私が人形に定めた規則では、こういった事件は三奉行に対処させるようになっています。しかし、獣域ハウンドによる神王への攻撃は、私にとって過去に起きたあの災いの記憶を蘇らせるもの。過去に起きた災い？そう。500年前、稲妻で起きた大きな災厄のことです。大地は漆黒の霧に包まれ、あたりには魔物がはびこりました。この災厄のせいで無数の命が奪われ、人々が苦労して建てた家々も、そのほとんどが瓦礫へと変わり果ててしまった。魔物は稲妻の地で数々の猛威を振るいました。そしてこの獣域ハウンドこそが、その魔物たちの先遣部隊だったのです。この魔物の責務は、鋭利な牙と爪で空間を切り裂いて道を作り、より強大な猛獣を呼び寄せること。どうやら、あなたも聞いたことがあるようですね。あれは、私が永遠に思い出したくない記憶でもあります。あなたたちからすれば、これら生物に対する私の行動は過剰だと思うかもしれませんが、しかし、やりすぎるくらいでなければいけないことなのです。わかるような、よくわからないような。あなたたちも同じ事情で来たのですから、一緒に行動しましょう。付近にあった痕跡から見て、まだこの辺りには魔物が数多くいるようです。そのすべてを絶対に殲滅しなければなりません。エイと一緒に行動できるのは、なんだかすごく安心感があるな。これが俗に言う、強者が一緒にいる時に味わえる優越感ってやつか？そうだ！魔物を片付けたら、カーンルイヤのことについて聞いてみようぜ。この色、神王が傷ついた時の色に似てるぞ。こっちの方向だ。早く行って。